はい、どうも、おはようございます。元気ですか？元気です。朝ですよ。まあ今ちょっとね、お客様とのアポイントに、向かっておりますけれども、まあ全然関係ないんですけど、それは僕のね、Facebook で、まあ、Facebook の友達っていうか普通に友達なんだけど、マレーシアの方に住んでるバングラディッシュ人のね、経営者さんがいるんですけど、それと Facebook でも友達になってるんですが、すげえいいことを投稿してたんですよ、Facebook で。これすげえと思って、やっぱどこの国でも経営者っていうのはやべえなと思って、で、シェアします。で、それね、英語で書かれてたんだけど、まあ、ニュアンスで伝えると、まあ、格言みたいな感じだったんだけど、要は、忙しいっていうのは嘘だと。で、そこにはプライオリティがあるだけだみたいな投稿してたんですよ。プライオリティってあれ優先順位ってことでしょ、多分。この言葉ってね、怖くないですか？と同時にすごい頑蓄に富んだ格言だから、例えばあなたが今サラリーマン やってるんであれば、例えば自分の部下とかね、で、あとはまあ今自分一人で独立起業しようとしてるんであれば、自分の壁とかに、自分の家の壁にね、貼っといた方がいいけど、世の中に忙しいなんてことはねえんだと。ただ優先順位があって、それ上から順にやってってるからね、優先順位の高いやつからやってってるから、要は後回しでね、後回しになっちゃうような業務は忙しいってなっちゃうだけであって、まあその忙しいなんて嘘でしょと、優先順位があるだけでしょという言葉なんですけど、怖くないですかこれ。もうね、言い訳できないんですよ、この言葉の前には。いや、忙しいんすよねって言い訳とかするじゃないですか。まあ人間ですからね、僕もね、言い訳しないようには生きてますけど、かといってね、100% 人間じゃないから、言い訳じみたねことを言っちゃったりとか、そのクライアントにもね、ちょっと現在多忙な時期でとか言っちゃったりする時もね、正直あったりはしますけど、その時にこの言葉一発で終了なんですよ。いや、忙しくないですよねと、優先順位の問題ですよねっていう話じゃないですか。だからね、これをね、自分の家の壁とかに貼っとけば、もう忙しいって言い訳はできなくなりますよ。優先順位が低いやつを後回しにしてるだけなんだから、で、優先順位高いやつからやってってるでしょ。で、そうするとまあ忙しく見えるけど、忙しいとかじゃなくて、別にどんなに忙しくてもそれは忙しいわけじゃなくて、ただ優先順位の高いやつからやってってるだけなんでしょっていう格言なんですね。で、これはね、本当にね、戒めとしてね、ちょっとね、持っといてほしいな。まあ僕もまあ今こうやってちょっとね、ちょっとした山の中、地方の方のね、クライアントにもう直接コンサルみたいな感じで向かってますけれども、あれですよ、まぶい、激まぶ、何これ。まあ優先順位としてはこれが優先順位だからじゃないですか。で、例えばじゃあその直接のコンサルじゃなくてね、で、普通のメールのコンサルとかスカイプとか電話のコンサルの方で受けてる人なんかは、で、僕がね、今じゃあこうやって向かってる時に電話かかってきても、まあ正直出れないじゃないですか。で、それ忙しいんでっていうことになるけど、でもまあ実際のところ優先順位は今こっちっていうことじゃないですか。だからね、それを考えているともうね、忙しいっていう言い訳はできなくなってくるんですよね。だからあなたもね、もう今副業としてやってて本業あるかもしれないですよ。で、忙しいんでっていうのも言い訳にはならないです。じゃああなたは今優先順位として本業が優先なんでしょっていうことになっちゃうじゃないですか。いや、怖いね、この言葉。いや、ちょっと本業忙しいんでって、なかなかちょっとブログ解説とかまだやってないんですけどって、いやいやいや、忙しいんじゃないでしょと、本業が優先なんでしょって言われちゃいますよ。眩しい。
マジで。マジで眩しい。はい。っていうことじゃないですか。だからね、これは怖いわ。ああ。で、ちょっとね、あれです。説明文のところに、今見れるかな?ちょこっと前のやつだったので、眩しいんですよ、マジで。もうね、僕、基本的に朝絶対動かないから、辛い、この状況。溶ける。マジで。で、その説明文を、説明文じゃないや、その英語の原文を書いてるから、書いておきますから、それをね、ぜひね、コピーして、プリントアウトして、まあ、あれですよ、もう別に僕そういうのは全然いいですから、例えば自分でね、Facebook とかに投稿しちゃったっていいですよ。さも自分の言葉みたいな感じで投稿したって構わないです、僕は。別にパクるなとかってそういうことを言うタイプじゃないんで。いい言葉でしょ?これみんなでシェアしていきましょうよ。言い訳できなくなりますけどね、その代わり。本当に怖い。これ、諸刃の剣ですよ。っていうのは、まあ、逆にね、やっぱりこれからビジネスとかやっていくにあたっては、まあ、事業をね、大きくしていくにあたってはね、これって、まあ、プラスに働くと思いますので、はい。うん。忙しいなんていうのは、嘘だと。優先順位があるだけですよ、ということでした。はい、今回は以上です。SNC コンサルティングの月寄でした。ではまた。